古き時代、漆黒竜、ミドガルドの地に舞い降りて、灼熱の炎と共に災厄を撒き散らす。青竜の加護を授かりしエルフの英雄と、その異邦の盟友、異界の門を開き、沿岸のヘルヘイムに漆黒竜を封じる。ここはとある県内にある私立三崎森学園。設立149年目を迎える勇者正しきお嬢様校なんだよ。校訓は自強不足、自ら努め励んでやまないこと。この学園には選手防衛に関する部活動があって、生徒は必ずどこかの部に所属するっていう校則があるんだよ。その選手防衛に関する部活動の一つが私の所属するレンジャー部。部員数は8人と少ないけど、全国トップクラスの実力で他校の目標になっちゃうくらいすごいところなんだから。今は学園名物、血と汗と涙の部活対抗体育祭に向けて猛特訓中。年に一度の体育祭、もう気合が入りまくりだよ。レンジャー部顧問星川芽衣香さんが体育祭のために用意した特別演習、一体どんな演習なんだろう。いよいよ体育祭に向けての特別演習が始まるのね。うちの期待の新人はどんな活躍をしてくれるのかしら。この人は土井内舞さん。3年生の我らが私立三崎森学園レンジャー部の部長なんだよ。頭脳明晰で運動神経もよくって、体育祭クイーンの常連。とってもセクシーで大人の雰囲気を醸し出していて、しかも勇者ある名家のお嬢様なんてすごすぎるよ。三崎森クイーン3連覇は間違いなしだよね。体育祭の選手宣誓か、すごい大役だよな。よし、レンジャー部の名に恥じないよう決めてやるかな。この人は3年生の早乙女亜希さん。レンジャー部では副部長を務めているんだよ。校外業務が多い舞部長に代わってレンジャー部をまとめている、普段は落ち着いている副部長なんだけど、選手宣誓を任されたみたいで、いつも以上に気合が入ってるみたい。体育祭、一見遊びのように見えるが、騎馬戦のように実戦に近い競技もある。戦略、戦術ともに鍛錬を積まなければな。この人は2年生の上城美奈さん。個性的かつ高い能力で全国的にも一目置かれる2年生の4人組、通称三崎森の4弾丸の一人なんです。冷静沈着、凛とした佇まいで、言葉遣いもまるで武士みたい。すごい兵法を考えちゃうところはまさに三崎森の四弾丸の将。美奈さんは宮本武蔵がその流派蒼天一流の継承者なんだけど、いつも持ってる模擬刀を騎馬戦で使っちゃわないか心配だよ。ふにゃー、ただの菓子パンじゃやる気出ないよ。体育祭はもう寝て過ごすしかないかも。パン食い競争のパンに文句を言っているこの人は天峰咲さん。2年生で三崎森の四弾丸の一人なんです。携帯食がおかしってくらい甘いもの好きで、かつ疲れることが大嫌いなサボりの常習犯。咲さんを体育祭に参加させるためには、パン食い競争のパンをドーナツとかマカロンに変えないとダメかも。今回の体育祭もサポーターに徹したいところね。でも二人三脚とか騎馬戦は密着できていいかも。合法的にモミケーションもできそうだから、
参加してあげてもいいわ。この人は2年生の高梨月代さん。三崎森の4弾丸の一人で優秀なスナイパーなんだよ。忍者みたいに部員の背後に忍び寄り乙女の体を触るその技の名はモミケーション。部員だけでなく学園内の全生徒に恐れられているの。月代さんとはあまり密着する競技はしたくないな。ふっふっふ、どんな競技も任せておくのだ、このエースアタッカーである私に。この人は岸野レミさん。2年生で三崎森の4弾丸最後の一人、なんと次期部長候補でもあるんだよ。豊富な運動量で戦場を駆け回るレンジャー部のムードメーカー。きっとリレーや障害物競争で大活躍するんだろうな。レミさんの学園内での挨拶はバレットニャールズだよ。その時はもちろんハイタッチも忘れずにね。まさか私がチアガールになるなんて、なんだか恥ずかしいです。彼女は金園ゆりなちゃん。エルダ学院からの転校生で夏季合宿から仲間になったんだよ。おっとりした雰囲気でとってもほがらかなんだけど、いざという時にすごく頼れる同級生。お菓子や料理を作るのがとっても上手で、レンジャー部の演習の合間に美味しいものを用意してくれる。転校してきたわけだから体育祭はもちろん初参加なのに、チアガールに抜擢されちゃうプロポーション、羨ましいな。そして私、日野本彩、レンジャー部1年生。救護部に入るつもりが入部届を出し間違って入っちゃったけれど、レンジャー部での活動はとっても楽しい。さきさんは別として、みんな体育祭を楽しみにしてるんだね。よーし、私も負けてられないぞ。初等部中等部時代は救護部に所属してたから、体育祭の競技の方は実は初参加なの。でもゆりなちゃんとペアで三崎森の両翼と呼ばれるように頑張るって決めたもん。体育祭だろうと厳しい演習だろうと何でも来い。レンジャー部の一員として恥ずかしくないよう体育祭に向けて精一杯頑張るぞ。でもミスとかしないか、さすがにちょっと緊張してきたかも。こら、アヤ、もたもたするな。ヘリに狙われるぞ、走れ。敵装甲車にも注意して、油断は禁物よ。烈火の弾丸と名乗っているからにはこれくらい踏ん張らないとな、日の本。早く早く、おやつの時間が遅くなっちゃう。はーい。さすが血と汗と涙の体育祭用の演習。つらい。もう私はサポート要員なんだから、戦闘要員としては頑張りたくないんだけどな。もう、うにゃー、この私が全て蹴散らしてやるぞい。みんな私に続くのだ。ではあやちゃん、お先に失礼しますね。みんなやっぱりすごい。私ももっと頑張らないと。よーし、行くぞ。あ、今回の演習はすごい力が入ってるのだ。バカな、
こんな現象は見たことがないぞ。ふにゃー、これはまさか異世界への扉が開いてスイーツガールズ出動なの？そんなわけないでしょ。とにかく距離を取った方が良さそうね。これが三崎森の体育祭用の演習なのですか？一体何がどうなっているんです？何か嫌な予感がする。みんなこの場から退避。アヤ、早くこっちに来るんだ。起きてください。あれ、ユリナちゃん、私なんでベッドなんかで寝てるんだろう。日の本、容体はどうだ？なかなか目を覚まさないから心配したぞ。よかったよ、体で痛いところとかない？本当によかったわ。別に心配なんてしてないけど。月夜はああ言ってるけど、実はさっきまでアヤッチが心配でテントの前をうろうろしてたのだ。うるさいわね。この私がそんなことするわけないじゃない。はい、みんなそこまでよ。あやちゃんはまだ横になって休んでなさい。もう大丈夫です。ご迷惑をおかけしました。いや、本当に無事に済んでよかったよかった。一時は本当に危ない状態だったんだからな。あやちゃんは気絶しちゃうし、知らない場所に放り出されてしまうし、謎のモンスターに囲まれるしで、本当に大変でしたね。ん？ユリナちゃん、私の聞き間違いかな。モンスターとか聞き慣れない言葉があったような。聞き間違いじゃないわよ。夢で会ってくれたらどんなに良かったか。あや、よーく聞いてくれ。どうやら私たち8人は別の世界に移動させられたみたいなんだ。はあ。ここがどこなのか皆目見当もつかないけど、メイカさんのサプライズ演出にしては規模が大きすぎるわ。つい先ほどまで学園の中庭で演習を行っていたのに、まさかこんなことになるとは思いませんでした。そうだ、アヤちゃんはどのくらい覚えていますか？演習場での光のこととかは。ごめんユリナちゃん、全然覚えてない。そう、あの光に包まれた後、山の頂に立っていたのよ。おかしいことにまだ数時間しか経っていないのに夜になっていたし、しかも突然モンスターが襲いかかってくるし、現状の把握もできないままだったけど、運が良かったのね。今こうして休んでいられるのだから。まあ簡単に説明するとだな。みんな大丈夫か？アヤ、アヤはどうした？アヤちゃんは意識不明、装甲車に乗せたわ。それよりもここはどこかしら。学校の校舎とか見当たりませんね。というか建物が全くありませんし。なんだあれは、モンスターなのか。私たちは
夢でも見てるのか。まさかさっきの言った通り異世界の扉だったの。そんな冗談だったのに。何も現実にならなくても。えい、どこからでもかかってくるのだ。モンスターだろうとなんだろうと蹴散らしてやるぞい。あれ、モンスターが痛がっている。もしかして練習団が効くの。レミ、よくやったわ。これなら戦えそうね。モンスターが集まってきてるぞ。このままだと包囲されて自利品だ。敵に囲まれる前に突破するわよ。さて、誰に先鋒として突撃してもらおうかしら。この任務を早く終わらせて料理の準備をしないといけませんね。指定ポイントまで突破するわよ。任せてください。基本的な操作方法ね。時間がないわ、急いで。変更されたわよ。ターゲットを撃破するわよ。本当にモンスターね。倒せたわ。変更されたわよ。指定ポイントまで突破するわよ。先に進めるようになったわよ。
ートに到着。任務成功よ。完璧です。久しぶりに本気を出しちゃいました。すごいです。どうしたらこんな成績を取れるのか教えてください。レベルアップです。日頃の訓練の賜物なのだろう。こうして私たちはモンスターの襲撃から逃れることができた。異世界にいるという事実は受け入れがたいけど、まずは冷静に状況を分析せねばならない。この世界にはモンスターが存在していて、私たちを襲ってくる。種類は多いけど、そのすべてが死骸とか無生物であるみたい。あと、戦って分かったのは、青白く光る部分が急所らしいということと、私たちの武器、演習弾が理由は分からないけど通用すること。当面は戦ってモンスターを退けることができるけども、演習団にも限りがあるし、悠長に構えていられないわ。まずは身の安全を確保しつつ、この世界についての情報を集めないと。この異世界から部員全員を無事に元の世界に返すために。まだまだなのだ。でも次に頑張ればいいのだ。